今回は和製ハーランドとかね、呼ばれるものの、ここ1年ほどは悩ましい日々が続いている中島大嘉選手です。得点力は間違いない。ただ、札幌では要求されるタスクが多くて、そこに苦しんでいる印象です。で、名古屋へのレンタル移籍が発表されました。名古屋での飛躍を期待しますが、どこを伸ばすべきなのでしょうか。今のね、評価をちょっと見てみましょう。こう見ますと、図抜けたものはありませんが、ジャンプ力とフィジカルの高さはストロングポイントです。ただ、スピードと瞬発力はもう少しあっても良い気はします。実際、相手とかね、ぶっちぎってますからね。一方で、オフェンスは物足りなさを感じます。決定力はストロングとは言い難く、札幌でターゲットマンをやるのであれば、ボールコントロールやキープ、そしてパスの低さもかなり致命的かなと感じます。札幌ではどうしてもこの辺が要求されます。で、ディフェンス周りはセンターフォワードなので、低いのは当たり前なんですけれども、同じポジションの小柏と比べるとかなり劣ります。アグレッシブネスや守備意識、ファーストディフェンスが特に重要視される札幌の戦術では、この辺の低さも厳しく見られているのではないでしょうか。スキルにヘッダーがついているのは心強いです。クロスをどんどん入れれば、一発はね、決めてくれるんじゃないかなと。さあ、悩める中島大嘉選手、去年と比較してみましょう。まず顔ですね。去年のザ・モブ顔からはね、固有に変わりました。まあ、存在がね、認められた証拠と言えるかなと思います。で、全体見ましても、能力についてはね、全般的に伸びています。オフェンスセンスの7アップっていうのは結構な評価かなと。ただ、ボールコントロールとドリブル、ボールキープが落ちています。なんでですかね、これね。あと、まあ、ディフェンスとかね、フィジカルもきっちり伸びています。成長しています。で、よく見ると、これ体重も11キロ増えてますね。体がね、だいぶごつくなりましたから、それがパラメーターにもね、反映されているかなと、そんな感じがいたします。で、このまま伸びていけば、間違いなくリーグ屈指のストライカーになれるとは思いますが、今はその成長が鈍化している感じはあります。なんとか突き抜けてほしい。で、今後彼が学んで見習うべき選手となるかもしれません。同じチームのキャスパー・ユンカー選手と比較してみましょう。まあ、分かってはいましたが、すべての能力が1段階、ユンカーが上です。中島選手が勝っているのはフィジカルとジャンプぐらいでしょうか。オフェンス周りにね、大きな差があります。オフェンスセンスと決定力の高さに加えて、足元も比較的うまいです。で、スピードがある上に、プレイスタイルがラインブレイカーです。これは常に相手の裏を狙う厄介なプレイスタイルです。そういう選手だなという設定になってますね。で、スキルにワンタッチシュートがあるのもね、ザ・ストライカーって感じですね。ダイレクトシュートが枠に行きやすくなるスキルになってます。相手と絶えず駆け引きして、裏に抜けて一発でズドン。中島くんが目指すべきお手本そのものかもね、知れませんね。なので、このユンカーを見習えば、中島選手のストロングポイントが伸びる。そんな気がします。新しい環境にはね、俊足の永井選手もいます。すべてを吸収して殻を破ってほしいなと、それを心から願います。いかがだったでしょうか。少しでも楽しんでもらえたなら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の選手をお楽しみに。ごきげんよう。